僕のエスクードは、高子淳一郎、著、友ぞ、イラストのライトノベル、富見ファンタジア文庫館、全4巻。シリーズとしては、灼熱のエスクード全4巻に引き継がれている。それの解読のために、何人もの人間が発狂し、命を失った、フランスの古書店で発見された一枚の紙片。それには呪われた文字で、扉の場所が記されていた。らは、 人の肉を喰らい、血をすする、扉、それは、魔界とこの世をつなぐもん。その封印が破れた時、世界は、魔族に蹂躙され、地獄と化す。大魔のあやかしブラディミールに選ばれてしまった、少年、深津薫は、教皇庁の影の組織エスクードの一員となり、扉を封印する力を持つ、美少女、レディ、キーの護衛の任務に就くことになる。奴らに、 レディキーを奪われてはならない。守れない時は、お前が彼女を殺せ17歳の少年に託された残酷な使命。だがそれは、カオルの長い戦いの始まりに過ぎなかった。大賞受賞作家本格指導。現世と地獄の狭間で魔族と戦う戦士たちの壮絶な生き様を描くネオハードロマン登場。切り株に腰掛け、自分が耕したばかりの畑を見ながら、 不活カオルはその日13回目のため息をついた。フィンランドのとある小さな村。この村に魔族と伝説の魔道書、下道祈祷書が隠れているという情報を得たカオルは、直ちに潜入捜査を開始する。だが、アイリスという、可愛いけれどちょっと変わった少女に気に入られてしまった。カオルはいつの間にか、野良仕事を手伝わされる羽目になり、全く捜査が進まない。 のどかな田舎の風景に転職の考えが頭をよぎるカオル。だがそんな彼を暗く危険な視線が闇の向こうから見つめていた。待望のシリーズ第2弾登場。ある高校で教師や生徒の失踪事件が続発。捜査を開始した深津カオルは旧校舎の地下で魔獣、ケルベロスの遺骸を発見する。イギリス名門貴族出身の魔術シルーシアと共に、 魔獣を調べることにした、カオルだったが、ルーシアの魔法に意外に仕掛けられた魔法が反応し、二人は謎の光に飲み込まれてしまった。ひんやりとした空気とかすかなカビの匂い、そしてずらりと並んだワインソン。目が慣れた、カオルの瞳に入ってきたのは、どう見ても先ほどまでの風景ではない。一体、ここは ?13 世紀の豪華な城、絢爛たるパーティー。 そして我が物顔で歩き回る魔族。壮麗なるも恐ろしい世界で二人は、絶好調。奇才、高子淳一郎による、電気アクション、シリーズ第三弾。エスクード、それは、魔族からこの世を守るために、盾となる存在。ドラゴンマガジンに連載された三本の短編に、書き下ろしを追加。レイニー、カオルだけでなく、個性的なキャラクターにもスポットを当てた初短編集。 その日、NY は朝から雨が降っていた。くそったれなこの街で死がない探偵をしている。俺は止めていたオンボロの愛車にろくでもないものを発見した。黒い男物のスーツに身を包んだ赤い髪の途方もない美人。それだけだったら、もしかしたらラッキーなのかもしれない。しかし彼女は血まみれで見つめられただけで死んでしまいそうな恐ろしいまでの殺気をまとっていた。 時同じくして、響き渡るサイレンの音。マフィアの大ボスが殺され、報復の抗争が始まったらしい。その日、NY は朝から雨が降っていた。そして、それが、俺と赤髪の殺戮者との出会いだった。魔族と戦う者、人生を狂わせられた者たちの物語を描く。 書き下ろし2本を含めた5つの中短編を収める、練りごくのエスクード待望の短編集登場。練りごくのエスクードの続編で、魔族とそれに対抗する教会の組織、エスクードとの戦いが描かれる。魔族と対抗しうるべく何千年も戦い続ける、キリスト教の裏にある秘密組織、ゲートの向こう側に存在する人ならざる生物、人をるかに凌駕する身体能力を持っており、 人間を家畜としか思っていない。頂点のグランマスターと魔族の上の存在である12人のロードと一般の魔族が存在する。人間の世界に取り残されてしまったロードは3人のみである。ちなみに白銀のアルフェルムとトロワヌスとシンクの貴婦人アロマの3人である。アロマはトロワヌスとある魔術師によって13世紀に封印されてしまっていたが、 灼熱のエスクードで封印が解けた。その際に、トロワヌスはアロマによって粛清されている。携帯電話で、富士見処防の新刊を楽しめちゃう。富士見オールスターズの新サービス、朗読ボイス第6弾。エンターブレイン。オリジナルの2009年1月9日、時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 9 0 1 0 9 2 0 0 6 1 6 h t t p w w w f a m i t s u n e t m o b i l e a l l s t a r s s p 0 6 0 2 0 8リード h t m l 2 0 0 9年1月9日閲覧。 ありがとうございます。